ございます。今日は1月1日ハッピーニューイヤー、明けましておめでとうございます。7時半に目覚ましが鳴って起きたのね。で、まだいいやと思って、そう、ちょっとね、正月じゃないけど、そういいやと思って二度寝して12時になってしまいました。本当はご飯を12時前に食べようかなと思ってたんだけど、起きたのが11時、12時だったので、今からちょっと用意を始めます。煮物はできてて、まあちょっと煮込んでいくんだけど、で、雑煮のスープもできてるのね。で、うちは今日、今年はおせち作んない代わりにお刺身を買ってきたのね。ハマチとマグロの赤身だったかな、そう、買ったから、お寿司をちょっと握っていこうと思って、あとお稲荷さんも買ってあったので、お稲荷さんも一緒に作っていきたいと思います。完成しました。今年のお正月料理、なんだっけ、おせちはちょっと今年はスキップしたので、お雑煮とこの伊達巻きはうちの彼も食べてたので、伊達巻きとかまぼこ、あとお稲荷さんとマグロの握りと、あとハマチの握りと煮物作りました。あとお酒を買ってなかったから、この間からずっとあるイチコをちょっと温めて飲みたいと思います。ちょっとこれから夕飯の準備をしようと思うんだけど、昨日の夜年越しそば食べなかったのね。で、まだ残ってるんで、今日の夕飯はこれとさっきのお昼ご飯の残り、結構まだ残ってるからをちょっと食べたいと思います。おはようございます。今日は1月の2日朝の今10時54分なんですけど、ちょっと今ね、オートミール、バナナオートミールパンケーキって、この間ネットで見てちょっと美味しそうと思って作ってみました。ちょっと美味しいかどうかわかんないんだけど、食べてみたいと思います。おいしい。これからちょっとコストコにお買い物に行ってきます。あと洗濯物、近くにランドリー、コインランドリーみたいなとこがあるのね。そっちの方が全然安いから、ここに入れていきたいと思います。今日も全然寒いと思ってさっきセーター着てたんだけど、外出てみたら超あったかい。みんな半袖とかだし、パーカー1枚で余裕なんで脱ぎました。ちょっとついにメモリーカードを買いたいと思います。今まで4ギガのメモリーカードを使ってたから10何分しか取れなかったのね。だから1日ずつパソコンに移動してやんなきゃいけなかったんだけど、ついに32ギガ、まあそんな大したことないと思うんだけど、ちょっと10ドルオフになってんで、これ買いたいと思います。帰ってきました。洗濯物して、その前にコスコでさっきご飯買って、洗濯物待ってる間にご飯食べたんで、
もう今日はお夕飯も終わって、今時間は何時でしょう、7時41分はい、見にくいね、この待ち受けね。そう、7時40分1分だから、まだね、今日は全然早いので、多分これから何するかな、ちょっとコーヒーでも入れようかなと思って、お茶でもしたいと思います。今 UFC のなんていうの、こういうのキックボクシングみたいなやつ見てます。もうね、みんなすごいね、殴ったり蹴ったり流血したりすごいちょうど終わった感じです。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。また明日のブログでお会いしましょう。バイバーイ